どうも、フクロウです。はい、今回はですね、タイトルにもある通りに夏場にブーツを履くメリットということで、まあないだろうって思う人がね結構多いと思うんですけど、ブーツってね基本的にはまあ秋、冬、あと春ですね、この辺のシーズンには履くことが多いと思うんですけど、あの夏場に、まあ、好きでね履いてる人はちょっと一旦、まあ、度外視して、まあ、履くメリットがある人がいると思うんですよ。というのも春先、まあ、要は今年の例えば春ねに初めて新しいブーツを買いました。で、言うてもね、春ってそんなにね、今もう長くないんで、まあそんなに履けなくてとか、まあ特にその、まあ社会人の方はね、平日はいわゆる普通の、まあスーツ用のね、靴を、革靴を履いて、で、土日でしか履けないっていう人からすると、正直ね、あんまり足なじみが良くなるとこまでってなかなか行きづらくて、まあ、エイジングもねちょっとあんま進まないなって人多いと思うんですけど、まあ、そういった方に、向けた動画になるんですけど、夏場っていうのは基本的にサンダルとかタングスとか履くと思うんですけど、ブーツをこうエイジングさせる、加速させるにはものすごくねいい季節なんですよ。まあ、とはいえね、もうかなりもこう殺人的なねこう気温の上昇の仕方してるんで、まあ履けないよとてもっていう人はね非常に多いと思うし、まあ僕もね正直ね、まあ難しいよなっていうシチュエーションは結構あるなと思うんですけど、まあやっぱエイジングさせる上においては、まあすごくいい季節なんでね、まあちょっとどういう履き方をしたら、まあよりねこう秋口、まあそれからまあ冬にねこう履くに向けてちょっとこういい感じにねこなれさせていけばいいのかなっていう履き方の部分についてねちょっとお話ししていこうかなと思います。現実的なところで言うと、正直日中履くのってまあ、かなりしんどいと思うんですよ。なので僕が結構やってたのは、まあ、夜ですね、夜散歩がてらとか、まあ、ちょっと近所のコンビニ行くのにとかのためにちょっと履くというね、まあ、そういうのをね結構毎日のようにやってたかなという印象ですね。はい、で、まあ日中履けるに越したことはないんだけども、なんでこの夏場エイジングさせるのに向いてるのかっていうと、まあ、やっぱり足汗をかきやすい、で気温が高い、この2つがまあかなりポイントとして高くて、結局皮って油分を含んでいるので、まあ、イメージとして、ね、あると思うんですけど、まあ、温まればその分ね柔らかくなってくれるんですよ。で、まあ、中にね足を入れることによって、まあ、人間のねあの足って常に発汗してますし、まあ、体自体全体がまあそうなので、まあ、こうスチームを当ててるような状態常にで、まあ、屈曲をさせるとなると、まあ冬場に履くよりもよりちょっとこう柔らかくなりやすいし、まあ、足にもねグッと合うし、で何よりこう、まあ、ブーツだとこれ今6インチだけど、ね、これベックマン、これ夏の、ね、時期に買ったので、履き慣らしによく、まあ、夏にね履いてたんですけど、こういうねくるぶしの部分とか、まあ、ちょっとこうかかとのねこう内側とか、割とその豆がねできやすい部分とかも割と対処しやすいので、でさらにその冬場とかだとね、まあ1日中履くことも当然あると思うんですけど、まあ、夏場に1日中履いてもいいんですけど、まあ、履くのがしんどいとなると自然的にこう、まあ、夜とかねすごく短い時間でまあ、ちょっと履いてっていうのを繰り返していくっていうのになるので、まあ、その豆とかもできにくいんですよ。一発でこう履く時間が短いんでね。なので、まあ、ちょっと靴ずれを起こしたくないなとか、まあ、あと、まあ、秋とか冬とか、まあ、要はブーツの時期もう一番こうホットな時期にたくさん履きたい、でいろんなとこ行きたいっていうのであれば、まあ、今のうちにねちょっとエイジングさせるのは非常に重要なので、はい、なので、まあ、ちょっとそういった履き方を、するといいんじゃないかなと思います。はい、で、まあ、エイジングに関してちょっとこうメンテナンスっていう部分はねかなり大事にはなってくるんですけど、まあ、夏場に関しては正直僕はブラッシングだけでいいかなと思ってます。もちろん履く頻度にもよるんで、毎日ねさっき言ったみたいに夜履いてで昼間履くこともありますみたいなっていう風に履き方をする人に関しては、まあちょっとそうだね、まあ、それでも1回でいいかな、ちょっとオイルアップするぐらいでいいかなと思います。基本的にはまあブラッシングと、あと何より大事なのが、もうとにかく湿気をね取ること。さっき言った通りね、ちょっとこう足を入れて、まあ、スチームをかけるような状態で屈曲させることで、まあ、柔らかくなって足に馴染むのがスピードが速いよって話はしたと思うんですけど、まあ、当然そうなってくると、まあ、敵になるのがまあカビなんですよね。でかつ、まあ、夏場って急に、ね、雨降ることも多いし、ちょっとこうジメジメ、することが多いんで、まあ、なるべく陰干しとか、まあ、あとは除湿剤とかね、まあ、中にこう入れたりして、で、まあ、ちょっとこうこもらないような環境作りっていうのは大事かなと思います。皮を柔らかくするにおいては非常に大事ではあるんですけど、まあ、度が過ぎるとねカビになっちゃうんで、まあ、そこはちょっと様子を見つつやってもらえるといいかなと思います。まあ、ブラッシングに関してもいわゆるホコリがねこう積もって、まあ、カビの原因とか湿気がねこう集まってこないようにっていうのはあるので、まあ、その辺は、まあ、そんな時間のねかかるものではないんでいいかなと。
なので夏場にブーツを履くっていうのは、まあ、こうおしゃれを楽しむというよりかは楽しむための準備運動みたいな側面はちょっとあるんで、うん、コーディネートとしてどうこう、もちろんあの僕もね、普通に日中履くんですけど、ブーツは履くときは結構ショーツに合わせたりとか、もう本当にサンダルの部分がブーツにすげえ変わるような、ね、感じというか、まあ、そういう感じなので別に履くこと自体は問題ないんですけど、あの靴を鳴らしたいという人はちょっとこの夏の時期に頑張ってみてもいいんじゃないかなと思います。で、あの単純にこうブーツを楽しむぞっていうパターンの場合、まあ、これはちょっとねあの暑いけどね、まあ、頑張ろうっていう話なんでまあね僕もね、例に漏れず今これベックマン出てますけど、まあ、フラットボックスとかね夏場履くんで、でちょっとあの、まあ、若干こう動画のテーマからそれるんですけど、夏場にこういう6インチ丈のブーツをじゃあ履きますってなった時にボトムスとか、まあ、上って結構白 T とかパック T とか、まあ、今みたいなねこういうまあちょっとこれ何だろう、これオーバーサイズのこういうシャツ的なやつ着ること多いんですけど、下ってみんな何履いてんだろうなって、デニム履くよっていう人はいやすげえなと思うんですけど、あのまあ今年で言うと僕あのウォバッシュ、あのシュガーケンのあれをちょっと履くのと、あとはまあ動画でもちょくちょく出てるなんだっけ、ミリタリーパンツのねレプリカみたいな白いのがあるんですけど、あれがまあ結構メインになってきて、でただそのショーツもやっぱ履きたいんで暑いんでね、なんかこのレッドウィングとかダナーとか、まあ、ちょっとこういうワークブーツに合わせられるこうショーツ何かあったらちょっとぜひコメント欄で教えてください。まあ、あとこういうの履いてるよっていう人とかね、前回だったか前々回の動画で、まあ、あのグラミチとかそういうちょっとアウトドアというかスポーティーというかのタイプに合わせるのか、センタープリーズが入った、まあ、ゴルフ系のねアパレルっぽい感じの、ショーツに合わせるのかっていうのでちょっとこう画策しましたけど、他に何かあるのであればちょっと知りたいなっていうところで、ちょっとよかったらぜひちょっとコメント欄でね、あの夏場こんな感じのコーディネートしてますって人いたらぜひお願いします。まあ今はねユニクロとか GU とか、まあ、結構そういうなんだいわゆるそのファストファッションでもなんかあいいなこれっていうね、その一発目の試しにはすごく取っかかりにはいいものいっぱいあるんで、まあ、ちょっとその辺でちょっと模索してみようかなと思ってます。はい、でちょっと話それましたけど、はい、あのまあ、夏場に履くメリットとしては、まあ、ブーツをこう鳴らせるっていうところですね。なので、まあ、ちょっと最近買ったよ新しいのっていう人は、まあ、ぜひ試してみてください。はい、結構ねこの手の話は今までのいろんなこう動画のね中で断片的に話したんですけど、ちょっと集約してね一本にしてみようということで、夏場におけるブーツを履くメリットかな、うん、に関してちょっと話してみました。まあね無理して履くことはないんですけど、これをやって僕はね、まあ、メインの秋冬で割と、まあ、楽しめたので、まあなんでこうちょっとこのタイミングで、まあ、みんなにお披露目の前にねちょっとこうやってもらえるといいかなと思います。でまあ最後になるんですけど、この夏ねちょっともう今すでに結構動画の投稿頻度上がっていると思うんですけど、まあ、かなり企画もねいろいろ今回ってまして、でちょっとこう大型というかちょっと遠方に行くタイプの、いつもねこういう部屋の中で撮ってるんですけど、まあ言うてね靴のチャンネルなんで外に行かずしてどうするよって話でね、まあ、ちょっとこう遠方に行く動画も撮ろうかなと思ってます。遠方でなくてもねちょっとこう外で靴をこうブーツを履いてちょっとこう動画を撮るっていうのも最近なかったので、まあ、暑いですけどめちゃくちゃやっていこうかなと、夏らしくねやっていこうかなと思います。ということで、いいなと思った人はグッドとチャンネル登録の方お願いいたします。バイバイ。